今持ってるこちら2つのパーツ、これはですね、今制作中の、HG グリムゲルデの、武器のパーツで、ま、剣のですね、この刃の部分のパーツなんですけれども、これで近くで見ると、ま、こんな感じでこの先の部分がね全然尖ってなかったりとか、あと横から見るとですね、こうかな、こんな感じですね、ここ全然薄くないんですよね。なのでまあ剣というよりは剣の形をしたなんか棒みたいな状態です。なのでこの先の部分を削ってですね、ちょっと鋭利な感じに形を変えてみたいと思います。それでどうやってこの端の部分の形をですね変えていくかというと、先日購入したこちらの、プラカンナですね、こちらを使ってこう削っていこうと思います。でこの辺のね形変えるとなると、通常はねヤスリとかで削っていくっていうのが、まあ、一般的というか無難なやり方かもしれないんですけれども、まあ、せっかくねこのカンナを購入したので、まあ、このプラカンナっていうもの自体のこの使い方に慣れるっていうのもあるんですけれども、こちらでこう少しずつね削っていってで形をね整えていきたいなと思います。でね、ちゃんとできるかどうか微妙なんで、ひょっとしたらね結局ヤスリを使うかもしれないんですけれども、まあ、このプラカンナっていうものをねしっかりと使えるように、結構ねいろいろ調べてました。ただ調べるだけではあれなんで、ここ数日ねこのプラカンナね使い倒してもいます。グシオンリベイクですね、100分の1スケールのグシオンリベイクの外装とかは結構ねこれでパーティングライン消したりとか、ちょっとしたところをね削ったりっていうのをね実はやってます。多分ね動画で撮ってないところも多いので、あまりねグシオンリベイクの制作動画ではこのプラカンナね登場しないと思うんですけども、実はねいろいろちょこちょこやってだいぶね使い慣れてきたというか手に馴染んできた感はあります。ということで、早速ですねこちら、使って、まあね綺麗にできるかちょっと自信はないんですけども、ちょっと削っていきたいと思います。で予定としてはですね、この、先のこの傾斜がついてる分をさらに削っていって、こう両側からですね、削っていって、ここをねこれね全然まだ分厚いんですけども、この辺をですねちょっと先の部分を薄くしていって、よりね剣という感じに仕上げていきたいと思います。本当にねちゃんとできるかどうかってのはまあ微妙なところですね。まあ、こんな感じでパーツの上を滑らせるだけで結構ね薄く薄く削れていってくれます。で今回のようにこうやってこう削ってパーツの形を変えるっていうのもありだと思うんですけれども、僕がね結構これ使ってて使いやすいなと思ったのは、パーティングラインを消す時ですね、この時に結構ね絶大な効果っていうかですね効力を発揮する、このプラカンナですね。もう本当にね少しずつ削れていくので、あまりねパーツを傷つけることもなく、しっかりとねまっすぐこう削れていくんですよね。で今こちら片側だけですけれども、だいぶ削って結構ね触った感じはかなりね鋭利な感じになったんですけども、これねなかなかね動画じゃお伝えしにくいですね。どうしてもパーツの色が一色なので、触るとねだいぶ違うんですけれども、削ってない方とね全然こう触った感じは違うんですけども、いまいちねこう見た目でね判断がつかないんですよね。一応こうやって削って大体の形はできたんですけれども、やっぱりねこう手で押さえている分若干ね角度にこうズレが出て、薄さの差もねちょっとあるので、一応紙やすりでこれからねちょっとこの辺を、まあ、若干こう均一にというかまっすぐ削っていきたいと思います。
片方削ってこんな感じになりました。で削ったのはこちら側ですね、まあ、この先っぽとか結構鋭利な感じになってますし、まあ、横もねだいぶ変わってるんですけど、横の部分はねなかなかカメラじゃ分かりづらいですね。ちょっと触ってみないと分かんないですね。であと若干ねやっぱ削った分こちらの方がですねちょっと細身になったかなという感じではありますね。個人的にはねもうちょっと先っぽをこう角度が今ちょっと鋭角になってるのでもうちょっと広げたいところだったんですが、もともとのデザインがねちょっとやっぱり細身なのでなかなかねそう削ると結構剣が短くなってしまいそうだったので、若干ね細身の形に、まあ、このそのままの形でですね少し角度をつけたっていう感じになりました。で、当初ねこのプラカンナでザーッと削っていくつもりだったんですけれども、やっぱりねなかなかこの薄皮をねほんと剥いでいくような削り方なんで、これでね形を作っていくっていうのはなかなか難しかったです。なので、このダイヤモンドヤスリのこの平らな部分ですね、ここであらかたザーッとこう形を作っていって、であとはそのままだとですね結構ガタガタなので、このプラカンナでこうさっとね表面をねこう調整してこう仕上げていったっていう感じで作りました。本当はね全部プラカンナでできたらよかったんですけれども、まあスピードとかですねあと精度の関係上やっぱりこれだとねやっぱこういう持ち方こういう持ち方で角度が変わってしまうので、やっぱりこの金属でねしっかり平らなものでザーッと削っていった方が形を作るっていう面ではやりやすいですね。うん、ただね仕上げとしてはねこのプラカンナすごくねいい感じで仕上げてるので、もうヤスリがけも多分いらないんじゃないかなと思います。表面はね結構ツルツルになってます。この1本でもね結構時間かかったんですけども、さらにねもう1本あるので、こちらも、まずはこのダイヤモンドヤスリですね、こちらでまずはあらかた形を作っていきたいと思います。こちらの2つのパーツ、削る作業が完了しましたので、一旦、こちらの超音波洗浄機で、きれいに洗浄してこうなんか間に詰まったですね、削りカスなんかをしっかり落とした後で、こちらのカラースプレーの、チタンゴールドですね、TS87 チタンゴールドですね、こちらで、塗装したいと思います。塗装が完了してこんな感じになりました。で先の部分はもちろん、あと横の部分もですねちょっと角張った感じに角度をつけて削ってみたんですけれども、まあ、なかなかね細身の剣みたいな感じでいい形になったんじゃないかなとは思ってます。で最初はこちらのねプラカンナで削っていこうかなと思ったんですけども、やっぱりねこちらカンナなのでこう削ってもね薄皮を一枚一枚剥いでいくような感じで、なかなかねこう形を変えるほど削るってもね難しかったです。ということで、ほぼですねこの金属 このダイヤモンドヤスリですね、これでザーッと形を削っていって、その後仕上げとしてこちらのプラカンナを使ったっていう状態ですね。なのでやっぱりね形をねこう変えるほどサクサク削っていくっていうのは、まあ、こういう金属系のねヤスリが、いいんでしょうね。まあ当たり前のことではありますけれども、今までこうちょこちょこしたところは削ってっていうのをやったことあるんですけれども、こう形をねこう変えていくぐらいに削るっていうのをあまりやってこなかったので、今回はなかなか面白かったです。今後もひょっとしたらねこういったことも、やりつつの制作とかねなっていくのかなという感じですね。非常に作業としては楽しかったです。でこのプラカンナですね、この威力もねやっぱすごかったですね。ヤスリがけしてないんですよこの金属ヤスリの跡ですね。それなのに結構ねまっすぐツルツルに表面をできたので、この辺もね使いどこはねいろいろあるし、なんか苦手なところもあるんですけれども、やっぱり用途としてはやっぱカンナとしてね使っていくっていうのがいいなと思うので、こういったねヤスリがけをした後とか、あとはパーティングラインですね、パーティングラインを消すのには非常にねこのプラカンナ便利なツールなので、まあ、その辺の動画も いろいろね今作業動画とか撮ったりしてるので、まあいろいろまとまったりしたらその辺もね出していければなと思います。ということで今回はこちらの、グリムゲルテの剣の部分ですね、こちらを
削って作ってみました。